はい、了解です。前回ですね、カスタム SMG とか武器系覚えたんですけども、結局レベル2ベンチ作れず、今もレベル1のままなんですけども、前回と変わったところがシャッター覚えました。で、拠点強化も進めてます。でびっくりしたのがね、ラストちょっと3日間ぐらいできてなくて、でログインした瞬間にもうヘリ落としてるんですよね、近所が。まあ、この拠点の周り、あんまりこう弱そうな拠点なくて、もうすげえ強そうな拠点ばっかしかないんで、ちょっと抜かれるのが怖くて、もう速攻強化しました。それとですね、ガレージドア以外に覚えたものがありまして、武器系で言うと、マグナムリボルバー覚えました。それと防具で、そうですね、道路標識のジャケットと前だれ覚えました。あと、そうだな、注射器。あ、注射器は前回覚えたっけ？で、まあ、サイレンサーとかも覚えましたね。まあ、なんですけれども、結局ワークベンチレベル2が必要なんで、まあ、今回はレベル2ベンチを作ろうかなという感じです。そして前回、港にブルーキーカードを取りに行ったんですけれども、ヒューズ忘れちゃって取れなかったんで、これ取ってきました。なので今回はこの青のキーカードを使って、近くのパワープラントを回ろうかなと思います。まあ、パワープラント回ったらスクラップも同時に集まっていくと思うんで、まあ、無事に帰ってこれればなんですけども。まあ、行きましょう。まあ、あんまり拠点は増えてないのかな？ああ、でもなんか変なのできてたりするな。奥に、でかいのもあるね。で、パワープラントめちゃ近いんですよね。ほんと、近所。だからせっかく青のキーカード手に入れたんで、何回か回りたいんですけれども。ドラム缶は割らずに箱を開けていこうかな。さあ、箱はありますね。ドン。お！マジで、ちょっと待って。これ、帰らせてもらおう。嘘だ。一発目から幸先良すぎん？これは帰る。え、待て待て、これはマジで帰りたい。うわぁ、これ覚えるとなると、ワークベンチレベル2がちょっと遠のくな。先ワークベンチレベル2かな、でも。今一番欲しいと言っても過言ではない武器を手に入れてしまった。一発目から。ちょっと運使っちゃったんじゃねえか、これ。お、なんか銃声する？タレットの音かな？拠点抜きでもしてんのか？さ。てかさ、さっき鳴ってた武器ボックスのとこと藁箱鳴ってんだけど。そんなここ回られてないのか？さ、何が入ってる？パソコン。さあ、わら箱。パイプ1本。ドラム缶は割りません。なんだろう、パワープラント全体が回られてないのかな。それとも、あそこの原子炉みたいなとこだけ回られてないのか。ああ、回られてないな、これ。武器ボックス湧いてる。ジャンク部品。さあ、入りましょう。上鳴ってるかな。おお、武器ボックス。点火しましょう。久しぶりだな、ここ来るのは。あれ、これってヒューズ入れなくていいんだっけ？パワープラントのモニュメントパズルするの久しぶりすぎて、忘れてしまった。あ、そうだ。この中でいるのか。思い出したわ。とりあえず入りましょうか。ここでグリーンキーカード、箱開けて。そうだ、なんかソロでやってた時に壊れてたんだっけな、モニュメントパズルが。だからパワープラント久しぶりなんだ。武器ボックス、ジャンク部品、わら箱、ウェットスーツ、わら箱、さっき出たヒューズ入れちゃおうかな。そして、ブルーキーカードで入りましょう。わら箱、ボート鎮圧。レッドゲットですね。おっと、箱が2つしかないの。わら箱、武器ボックスは、ライフル本体。まあ、いつも通りパワープラントは美味しくないかな。まあ、でもセミオートライフルゲットできたんで。かなりでかいね。
分解しましょう。分解してる間に上行きましょうか。上ってなんかなったっけな。ドラム缶ぐらい。何もない。分解終わってだいぶ美味しいですね。しかもスクラップ315って、もうちょっとでワークベンチでブーツ作れるな。これ夜になりそうなのを利用して無事帰れたらいいんですけども。箱があるはず。ルギボックス、パソコン。分解したかったな。これあんまり人いないのかな。銃声もしない。なんかこの感じだと無事帰れそうだね。フラグか。大丈夫だよな。うおー、すっげえ一気に夜になったな、これ。いて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 、見えねえ。いた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 、え、いた。夜が明けてきたので、道路にあるドラム缶叩こうかなと思います。片っ端からここ見ていったら、わら箱からなんか出んじゃないかな、ワンちゃん。叩いていきますか。歯車、いいっすね。今、わら箱から何が欲しいかな。はしごとか。とりあえず、まあ、出てないアイテム欲しいですね。めっちゃな、ベッド、ヒューズ。あそこ、やばすぎん？外壁で、囲ってる？え、なんか、やばい拠点多いぞ、近所。なんか、近づきたくねえな。何あれ。すごいな。城みたいだ。手斧の。外壁用ゲート2つも置いてんだけど。この赤いボックスからは炸裂欲しいんですけれども、まあ出ないよな。その岩の裏にもあるのか。でもまあ少ないな拠点、人の割には。この辺はパッと見て思ったんですけど、あれ枝強化じゃない。さすがに入れはしないと思うけど、なんであそこだけ強化してないんだろう。強化し忘れた感じかな。え、足音する。いるんだけど。やり合いたくないけど一応扉を見るっていう。こんだけアイテムあるからな。スクラップ58、普通に戦ったらしばかれそうだけどね。強化してる。あ、出てくる気配はないかな。うんー、まあ隙間からこう見る感じだと奥は強化されてるから結局はって感じだね。分解しましょうか。だいぶいきそうだね。200ぐらいいくんじゃないかこれ。スクラップやべ、銃声してる。まだちょっと遠いな。さすがに来ないか。200軽く超えたな。229。一旦沖に帰りたいと思います。え、ヘリやってる？もしかして撃たれてるだけか。しかも結構近いぞ。ちゃんとこれ見てなかったんですけど、これ風化してるのか。かぼちゃ、めっちゃかぼちゃ植えられてるな。風化、風化だよな。かぼちゃ植えすぎじゃない。あ、でも普通に2日ぐらい前に植えてるやつだこれ。 2days になってる。これもちょっと意味わかんねえけどな。なんでこんなとこに建てようと思ったんだろう。ないか。あれ抜かれたのかな。結構大きめだけどね。あ、抜かれてるっぽい。うわ、マジで。あ、でも風化してない。タレットあるな。風化はしてないから、最近なのか。うわ、スリーベンチあんじゃん。余り物とかねえかな。木材とか、こじきしようか。
サイレンスだ。包丁もらおう。これらももらってこう。奪えるものは奪う。お、はしごで上がれる？あ、ここわざわざはしごで出入りしてたんだ。ってことは抜かれてないのか。ここから入り口で入ってって、なんか上行かせて、ここに出てって感じか。だからまあ抜き切られてはいるのかな。あ、ここ見てなかった。何も入ってねえか。あ、提出141。美味しい。持って帰ろう。ということで、無事拠点に帰ってきたので、ワークベンチレベル2、クラフトしたいと思います。よいしょ。ワークベンチレベル2、クラフトできたので、置きたいと思います。この辺でいいかな。よいしょ。OK。そして先ほど獲得したセミオートライフルも覚えちゃおうと思います。めちゃこれ成長したわ。これで。で、まあ、あと弾覚えて、ワークベンチレベル2置いたんで、これで戦闘とかもしていきたいですね。覚えちゃいましょう。ワークベンチレベル2を置けたのは相当でかいですね。これでまあ、マグナムリボルバーも使えるし、セミオートライフルも使えるし、注射器も使えるしっていうので、まあ、戦闘だいぶできるようになりましたね、これで。そんな感じかな。まあ、そうっすね。次は積極的にエアドロとか取りに行けたらなと思います。それとまあ、拠点抜きもしたいですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。